フロントとかも。まあ、どこでもそうかもしんねえな、六本木でも何でも。うん。あ、シェリー悪いな、落っこっちゃって。今はね、アフリカ系が多いね。うん。純粋なアメリカの人はあんまり、いないかな。お、これや。日本語喋れます。カナダバンクーマーで生まれてバンクーマー育ちです。仲間に入れてって書いてみただけです。ああ。そっかそっか。あ、ちょっと待って。じゃあシェリーとさ、クレアのさ、トークちょっと聞きたくない？英語で。ああ。なあ、上がってもらったらいいのにな。なんかちょっと、いつものウナ枠じゃなくなるぜ、これ。うん。なあ。どっちも多分、女子なのかな。クレアは、男性なのか女性なのか俺はわかんないけど。うん。俺の田舎は東南アジア系が多い。それさ、出稼ぎでしょ？グレコ。それはそうなんだけど、でもよ、そういう人と交流してればよ、日常会話はよ、日本語じゃなくてよ、向こうの言葉で喋ってくれれば、それも、だんだん耳慣れしてくんじゃねえの。うん。おー、のりちゃん、いらっしゃい。いつもありがとう。今日はね、ちょっとね、いつもの佐野枠じゃなくなってんですよ。うん。そうなのよ。ちょっと待ってね。これね、コラボに上がってもらうのがいいんだけど、音はね、もうちょっと上げないと、みんなにね、シェリちゃんの声も聞こえないし、私は韓国ドラマのプレイ、韓国語にも興味あります。シェリー？シェリーもう一回上がってこいよ。で、シェリーが上がって、さっきのカナダのバンクーバーの女の子に、女の子だと思うけどな、に、コラボに上がってくればいいじゃんって言って、お誘いして、ちょっと、まあ、5分でもいいから、こう、英語で、なんか、二人きりで、トークしてもらったら面白いんだけどな。うん。韓国ドラマにどっぷりって。あ、坊ちゃんは韓国語喋らないよ。うん。なあ、坊ちゃんなあ。いや、まあ、日常的なことだったら普通に話せんじゃねえの？うん。多分、今、タバコ中、坊ちゃんはタバコ中とかそういうことじゃなくて、うん。いや、今日はちょっと、なんか、あれだな、シェリー来たから。うん。ちょっと、いつもの俺の、
一切話せないよ。そう、だから僕は、韓国語は話せないから。うん。コーヒーさん、うずうす。うん。だって、坊ちゃん韓国に暮らしたことないもん。な。あ、そうだ、坊ちゃん。パパ、今日サーフィン行ってどうだったって言ってた。なあ。あかねちゃんありがとう。およ。おかわりですね。あ、音でわかる？うん、そうそう。人の量？いや、波の量だよ。波がどうだったかってことだよ。混んでたって、どこ行ったのよ。まあ、和歌山だからどこで乗るのかって言ったら、どっちが行ったのかな。うん、そうそう、りゅうちゃん。もちゃんは日本で生まれて日本で育ってるよ。うん、楽しんで来れたんだったらいいけどね。うん。そこそこ波があって。まあ、ロングボードだったら、うん、多少の波でも乗れるからな。遊べるっちゃ遊べるからな。波もそこそこ。上野漁港って言ってた。どこだろう？俺そこは知らねえけど。俺ほら関西はよくわかんねえからさ。関東だったらね、何箇所かわかるけど。クレア？いなくなっちゃったかな？いや、わかんねえけど。うん。俺昔さ、ジェットも持ってたのよ。持ってたっていうか、まあ、中古のジェット買ってさ、友達に壊されたんだけど、バカ野郎に。すっごい暴走族仕様のジェットスキー。めっちゃくちゃうるせえやつ。改造して。チャンバーつけてな。御宿の近所のショップに、預けてたんだけど。うん。川崎の900っていうやつ。昔だよ。うん。めっちゃ早いんだよ。エンジンいじると。ああ。でもよ、海の上でよ、80キロとか出すと、もう、やばいな。落ちたら骨折だからな。いや、ショップにチューニングは任せてたから、うん。ボートしか乗ったことない。そっか。
まあでも、海はさ、マリンジェットですか？そう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 。うん。タンデムのやつね。免許はいるよ。うん。まあ、俺んときは、免許なんか関係ねえやって言って、勝手に乗ってたけどね。いや、持ってねえよ。うん。アンカバーだから。アンカバーっていうのは無免許ってことだけどね。だから一応、ジェットの所有はショップってことにして、俺が勝手に乗ってるだけで、うん。川崎契約、そうそうそう、うん。あ、海のは乗ったことないですね。新設定です。いや、前から言ってるよ、俺。うん。たまたまそんな話、今、まあ、サーフィンの話だからな。うん。別に新しい設定ではないよ。うん。俺、ほら、毎月一回は千葉に行ってたから。東金とかあっちの方に。会合で。で、夏前になったら、じゃあみんなでバーベキューやったり遊ぼうぜって言うんで、お前も買っちゃえよって言われて、自分のよ、つって。そうっすね、つって、俺友達を、俺買ったからよ、つって。うん。まあもちろん九十九里だけどね。友達に、サーフィンやってるやつがいて、毎週ってか月に一回ぐらい俺行くんだよね、なんつって。で、ジェットを俺、中古で買ったんだよ、つって言ったら、乗りてえ乗りてえって言うから、じゃあ一緒行くか、つって。友達が、その時アストロ乗ってたんだよ。一時流行ったろ、アストロ。んで、じゃあ俺はもう、運転、うん、そうそう、運転めんどくせえから、運転してってくれよ、つって。あ、俺のは35万で売ってもらった。うん、中古で。で、まあ、ショップから引っ張ってってもらって、ショップが目の前だから、その、海の。だから、もうすぐに、ずるずる引っ張ってってもらって、んで、まあ、友達はほら、知らねえから、だからこう輪っかつけて、つってこうで木つけて、つって落ちたらぐる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 回るから、つって。で、タンデムで俺一回前乗って、でこんなになるで、つって教えて、んで、じゃあ一人で乗ってもいいかって言うから、いいよ、つって。だから、よそとぶつかんなよ、つって。あのね、ショップにはね、毎月ね、毎月いくら払ってたの？ 3 万円ぐらい。あと、乗って帰ってきたら、全部、クリーナーとか、全部やってくれるのが、1万2000円ぐらいだったかな。うん。そんなもんだったと思うよ。確か当時ね。今はわかんねえよ。いや、ノット表示ではわかんないけど、マックスだったら100は出るよ。
だってもう改造してるから。エンジンも。うん。でもめよ。なぎだったらいいけど、波のあるとこの、海で100キロは空飛ぶぜ。怖えから60キロぐらいしか出せねえ、俺は。ああ。空飛ぶぜ。マジで。違うんだよ。あの、ゆうちゃんよ。改造してある中古を買ったの。うん。わかる？改造してあるやつを買ったから、うん。あとはメンテぐらい、うん。まあでも、まあ今じゃもうジェットスキーなんて、それこそさ、あの、大阪っていうか関西で言えば琵琶湖だろ？まあ琵琶湖は、あの、海水じゃねえから、メンテが楽とは聞くけど、まあでも事故多いよな。夏になるとな。ジェットの事故はな。あ、ね、それ3万は高いですよはあるんだけど、半年に1回、メンテも全部やってくれんの。メンテっていうのかな。バラシで。うん。オイルから何から全部で。全部込み込み。うん。ヤマトさん。バイクでいきなりエンビレ効かした感じかな。あー。前から波が来て、ぶつかったらすっ飛んじゃうからね。うん。テッドもやってんだ。なんだよ。おめえらみんなあれだな。こそこそやってんだな。俺はもうやってないよ。俺はそのバイクを友達が岸に来てエンジン切って砂吸ってもう全部ダメにしやがったからガガガガガって手前で切れつってんだろよつってもうセルも回んなくなっちゃってよなもうどうすんだよバカがよって言ったろがよ砂吸い込んで終わったよ。だから俺ショップに、まあショップ目の前だから、吸っちゃったよ、つって。やらかしましたか？つって言われて。いや、もうあいつ、は言ったのにやったからよ、つって。どうします？で、オーバーホール済ますって言うから、いくらかかるとか、そこでまた言って、まあ結構な金額言ったから、じゃあよって、もうよって、俺もこの、な、ジェットいらねえからって、そっちで、勝手にオーバーホールして、また誰かに売っちゃえや、つって。たら俺、チャラでいいべ、つって。で、もういらないんですかって言うから。もういいよ、つって俺。なかかんだったらよ、って。いや。自分でできないものなんですかっていうか、
ああ、テッドはもう自分でやるんだ。インペラだ。まあまあ、好きな人は好きだからね。まあ、面白いけどな。マイクお疲れ。なんだ、みんな、意外とそういうのもやってんだ。でも、テッド、俺も意外と知ってんべ。エンジンとかセルとか、エンジンかけるときにシュッシュッってやるんだけど、もう噛んじゃってるから、もう回んねえんだよ、セルが。砂噛んじゃってるから。でもシェリーとかな、海とか、あれだな、ジェットスキーの後ろに乗っかったら似合いそうだな。ティーバックの水着着てな。あ？やっぱシェリは海行ったらティーバックだな。ケツプリの。24日ティーバックの水着つけて海行きますよ。行くんだ。テッド、だって、あれだぜ、シェリー、いいケツしてんで。あのケツだったらティーバックだよ、みたいな。まあ、海外生活も長い、そこそこ長くいたら、チャラい、フリフリ水着とか絶対着るタイプじゃねえから。感覚で言ったら。なあ。どうせパイパンなんだから。シェリーなんか。笑ってんじゃねえよ。全部バレてる。だいたいわかんだっつうの。トゥルントゥルンなんだから。ね。お金取ってこようかな。よいしょ。バレてるも何もねえよ。まあ、俺のイメージね。あくまでも。俺ね、スノーモービルは乗ったことは一回しかない。あれも免許いるんだよ。ゲレンデ行って、シングルのしか俺は乗ったことないよ。タンデムは乗ったことないけど、すごいな、あれもな、ガンガン上がってくるよ。